皆様お待たせいたしました。これより次のプレゼンテーションタイムを開始いたします。タイトルは最新版 3D インテリアデザイナーネオと 3D 提案テクニックです。講師を務めさせていただきますのはメガソフト株式会社川田哲也様です。それではよろしくお願いいたします。はい、ただいまご紹介いただきましたメガソフト広報室の川田と申します。お集まりいただきましてありがとうございます。今日はですね、タイトルにもまあちょっとありますけど 3D 提案の肝ということなんですけども、私たちメガソフトは20年ほど前からですね 3D マイホームデザイナーというソフトを中心に施主様向けのバージョンと、あとは実際のプロの方ですね、工務店ハウスメーカーさん、あとインテリアコーディネーターさんが施主様向けにご提案いただくようなソフトを開発販売させていただいてきておりまして、で中でもですねアンケートとか、取ったり、あとは実際にユーザーさんからお話を伺ったりして、実際どういう提案の仕方をしている方がうまくいっているのかと、そういったちょっとポイントとかをですね、集めたものを今日ちょっとご紹介させていただければなと思っております。それではですね、まず最初に提案のどういう提案というのを、お施主様がもう求めていらっしゃるのかというところで、3つの要素としてちょっともう集めたものですね。その1といいましては、まずもう提案スピードなんですね。で話を聞くと、やっぱりコンペではやっぱり最初に持っていった方の勝率が高いというふうに言われてまして、でいかにそのお客さんの心をつかむかというところで、やっぱりそのスピード提案というところが1つ入ってくるというふうに言われておりますね。そして通常というか、多くはやっぱり設計を踏まえた上で、そこからそのデータを元にパースに起こすというような形が多く取られているんですけども、やっぱりパースを見せるとですね、お客様の心がつかめるということで、初期提案からパースにして見せるということをやっていらっしゃる方も多いと。例えば A 社さんが土曜日にですね、お客さんが来まして、でそしてじゃあ翌日にはプランをちょっと初期プラン提出しますよというふうに言っていただきましたと。その足でもう1社ぐらいちょっと回ってみようかという形で回ったお客様は、来週また土曜日にいらっしゃってくださいという形で、次のプランが1週間後だったとすると、 A 社さんの場合は土曜日に、日曜日には初期プランが出している場合は、翌週には2案目が提出されるという形になるので、やっぱりお客様としてはより具体的なプランが進んでいる方の会社さんにやっぱりですね、勝率が傾くと、そういった声が一つ要素としてあります。その2ですけども、あとバリエーションなんですね。バリエーションというのはどういうことかと言いますと、お施主様やっぱり自分で決めたい、特に注文住宅とかやられる方はやっぱり自分で選びたいからそういうふうにやってらっしゃる方もよりますし、最近の方は皆さんやっぱり自分でインターネットとかでもですね、いろんな情報を得てその中から選択するという、方法を取ってらっしゃる方も多いので、自分で選びたい、でもあまりにも数がたくさんあるとですね、膨大な数があると選べないと。例えばですね、私もそうなんですけども、5年ほど前にちょっと自宅を建てたんですけど、その時にコーディネーターさんからですね、こういうカタログをどさっと渡されて、この中からいろいろ選んでくださいっていうふうに言われたんですけども、たくさんありすぎるとちょっとやっぱりどうしてもですね、選べにくいというところもありまして、提案じゃないですよね。カタログ渡されてその中から選んでくれっていう形は提案じゃなくて、お客さんに決めさせるというところなんですけど、あんまり多いと選べないと。よくコーディネーターさんと話してて聞くのは、組み合わせたバリエーションを3パターン用意すると、例えばキッチンの、バリエーションもですね、こういう色を3つほど用意して、それに合わせた床と壁紙とか変えたパターンですね、3パターンぐらい用意して、その中から選んでいただくような形で提案すると、お客さんも非常に、決めやすいと、じゃあこれにするよと、ある程度、プロの方が絞り込んだ中で、お客様に合っているプランというのを提案してあげる方が、決めやすいと、そういう提案の仕方というのを、お施主様は求めている。これは2つ目のバリエーションですね。で、3つ目なんですけど、コミュニケーションで、コミュニケーションはですね、私たち接種版のソフトを出して、65万本のうち60万本ぐらいはほとんど接種版 の一般のですね、家を建てられる方が
購入されたソフトで、それに対してその方々にアンケートを取ったんですね。で、実際良かった点、悪かった点というふうな回答をもらったんですけども、ほとんど 90% 以上の回答がまとめると良かったこともコミュニケーションが取れた、あの業者さんとうまく取れたから良かったと。で、一番多かったのも失敗した例も、もう業者さんに思いが伝わらなくてとか、そういうやっぱり声が多かったんですね。だからいかにコミュニケーションってこれが大事かと、ここは非常にお客様ももうプロの方とのコミュニケーションを求めてらっしゃいます。で、まあこんな感じで打ち合わせする時もですね、まあ、こういったパースで見せてあげることによってまずお客様の心をつかむと、やっぱり平面図だけでイメージできてない状態だとどうですかっていうふうな形で聞いてもですね、まあいいと思うんだけどみたいな、まあ、そんなふんわりした回答しか来ない。だけどもうこういうビジュアルで提案することによって、あ、ちょっとここのバルコニーにはこんなん置いたらいいねなんていうですね、家族間でもちょっと会話が生まれて、まあ施主様からこういう意見があるとかってですね、そういう意見を引き出すためのツールとして非常に使いやすいもんじゃないかなと思ってます。で、そこでですね、この今3つの提案ができるツールとしてですね、私たちの 3D プレゼンテーションソフトとして、今月これ再発売になったばっかりのバージョンなんですけど、 3D マイホームデザイナープロ 9EX と、これは内観のですね、強力強化された 3D インテリアデザイナーネオ3というバージョンがあります。これも今月発売になったばっかりなんですけども、主にこちらのプロ 9EX は住宅インテリアリフォームまでトータルで提案可能なソフトになってます。そしてこのネオ3は主にインテリア提案の機能が充実していると、まあ、こういったツールを使って先ほどの3要素を提案していただけるんじゃないかなと思っております。そして 3D デザイナーシリーズでできることとしましては、具体的にはこの間取りプランの作成、あとはまあ 3D パース作成ですね。これがワンタッチで間取り作成が 3D パースになるっていうのが、まあ、うちのソフトの特徴なんですけども、具体的な操作方法とかですね、ちょうどこのステージのすぐ脇ですね、この出てすぐ通路10メーターぐらい行ったところにありますので、ブースぜひメガソフトブース立ち寄ってみていただきたいなと思うんですけども、あとはウォークスルー動画作成といいまして、出来上がった 3D の家の中を歩いて内覧できるような、そういう機能も、持ってます。で、あとは画像の取り込みとかこうですね、まあ、どうしてもその造作とかのパーツとか、海外の輸入品の家具とかですね、ないものはパースの中に画像を入れたりとか、まあ、そういったこともできたり、提案、そういったプレゼンボードの作成をしたりですね、まあ、付箋で要望をつけたり、収納スペース診断したり、インテリア診断したりですね、まあ、日当たりチェックしたり、まあ、結構ここで挙げるともうご紹介しきれないぐらい細かい機能が、たくさんあります。もうバージョンもプロ9、9番目まで来てるんで、結構たくさん機能ついてます。例えばですね、こういう外観リフォームのご提案なんかも、これ対応こういうですね外観ですけど、実際じゃあ外壁材変えたらこんな感じになりますよっていうのも、ビジュアルで同じ視点から提案してあげればもう違いが一目瞭然ですからね。で、さらにここに太陽光パネル載せるとこんな感じになりますよっていうふうなイメージも伝えられると。ちなみになんか太陽光パネル載せた時の外観のイメージまで気にするのは日本人だけらしいですけどね、あんまり外人の方はそんなパネルの外観イメージまで気にしないですけど、やっぱり日本人の方って結構外観気にされる方が多いのかなと思いますね。あとは収納提案ですけど、現状まあ物がいっぱいウォークインじゃないとこんな感じで中は丸見えですけども、こういう形ですっきりさせることもできますよ、どうですかっていうふうな提案もできます。あとは壁紙の張り替えですけども、結構コーディネーターさん、やっぱり私も自分自宅建てるときは僕はもう当然のことながら自分のソフト使ってたんですけども、コーディネーターさんはソフトを使ってなかったので、まあ、こういった形でこれが全体に貼られますけどっていうような話だったんですけど、ちょっとイメージがやっぱりなかなか分かりにくいっていうのがありますね。で、そういった時にやっぱりこういう形で CG の中に、先ほどのとはちょっと違いますけど、紙紙を入れ、変えていった時のですね、プランを見せてあげると、要するに家具の色とか床の色とかですね、その全体の部屋の中のテイストの中で壁紙がどう生きてくるかっていうところがやっぱり全体で見せないと分かりづらいんですね。まあ、プロの方は分かるんでしょうけど、なかなかやっぱり一般の方は分からない。それを補ってあげるのがこういう CG ソフトなんですね。あとはキッチンリフォーム、まあ
キッチンだけ例えば変えたいというお客さんがいらっしゃった場合もですね、キッチンそのものだけを変えるのではなく、一緒に床とそれに合わせたですねカラーの、まあ、壁紙まで提案することによって、まあ、全体の単価アップにもつながりますので、提案される際はぜひその部屋全体のですね、提案で、コーディネートしたもので提案していただくとよろしいかなと思います。あと 3D で確認できることとしましては、やっぱり平面図で、2階を作るときのこの、まあ、よくリビングまでこう吹き抜けにしてですね、まあ、広がりのある空間を作ろうっていうふうな声も多いんですけど、じゃあ実際このちょっと、ここのですね吹き抜けが広いバージョンと、まあ、吹き抜けを広く取れば、まあ、この廊下通路になるところはちょっと狭くなるし、まあ、吹き抜け狭くすると、まあ、広くなるけどどっちがいいですかねっていうふうな形で提案されても、まあ、一般の人はなかなかわからないですね。で、結局わからないとどうなっちゃうかというと、部屋がイメージできなければお弟子さんは決められないんですね。ただ決められないともう先に進まないですからね。もうどんどん時間も迫っていく中で追い込まれて、まあ、適当に決めちゃえっていう形でやると、後でやっぱりちょっとあそこもちょっとちゃんと考えればよかったなって後悔になっちゃうと、まあ、そうするとクレームになる恐れもあると。やっぱりせっかくなので後悔ないようにしていただければ仕事も次につながるということがありますね。で、先ほどのケースで言いますと、こういう平面プランだけでなく、そこにパースもですね足してあげることによって、吹き抜けがまあ広く取られれば、まあ、このぐらいの幅のスペースしか廊下がないと、まあ、机1個ぐらいしか置けないけど、ちょっとこれ寂しいような感じの、使い方しかできないですけども、ここに、まあ、もうちょっと広く取ればこういったテレビとか、椅子2つぐらい置いたスペースがちょっとくつろげるスペースが使えますよと。ここで重要なのはですね、こう家具を入れてあげることによって実際の使い方のイメージが湧くんですね、まあ、そういった見せ方をしてあげることでお客さんもじゃあこっちの方がいいやっていうのが決めやすくなると。これはもう本当に 3D の提案のポイントだと思います。実際の使用する家具入れてみる。で実際ですね、もうこの中でも皆さん使ってらっしゃる方も何名かいらっしゃると思うんですけども、皆さん陥りがちやすい道具として使う時のポイントっていうのは最後に、ご紹介させていただきます。CG 提案する際の心得ですけども、ここですね、作成に時間をかけないっていうのがあります。これは本当に皆さんよく聞きます。会社でも、ソフト買ったらですね、社員がもうずっと CG 作るの楽しくて、1人か2人はいらっしゃるんですけど、すごくハマっちゃう方がいらっしゃいまして、もうずっとそれ触ってると、まあ、仕事してる気になっちゃうと、まあ、それだったら、まあ、あまりちょっと困るということで、まあ、大体1部屋作るのを1時間とかですね、 LDK だったら1時間とか時間を決めて、区切りを決めて作業に取り掛かっていただく、まあ、これをやらないとなかなかですね、どんどんリアルをこう追求していくと、キリがないと。でも別にそこまでリアル追求する必要がなかったりしますからね、プランで。例えばこれは2つの写真ですけど、左がレンダリングなしっていう、右がレンダリングあり。これどういうことかというとですね、CG っていうのは最終的に光の反射とか、ガラスへの映り込みとか、そういうレンダリング処理っていうのをすると写真みたいな仕上がりに仕上がるんですけども、例えばもうそれもですね、編集画面これぐらいのプランの提案でしたら、まあ外で、まあ、映り込むものもない場合ですね、あんまり差がないんですね、レンダリング計算してもしなくても。あんまりもう時間かけないで、もそのままもうレンダリングなしで提案した方がいいと。まあ、そう時間をかけない、かけすぎないというところですね。あとはもうこれはもう先ほども話しましたけど、バリエーションを作る。同じ躯体、同じレイアウトでテクスチャーだけ、壁紙変えるとか。まあ、これがまた CG のメリットでもあるんですけど、手書きだと壁紙変えるとか、絵また書き直さなきゃいけないんで大変ですけども、 CG だとポイポイって簡単にワンタッチで変えられるので、まあバリエーションを作るのが簡単なので、まあバリエーションを作ってあげる。これはそうですね。あとは施主さんに決めさせる、まあ選んでもらうってことですね。選んでもらった、施主さんに選んでもらうと何がいいかっていうと、まあ当然ながら最終的には施主さんが決めるんですけども、後で変更されづらいんですね、自分で決めたからっていうことがあって、まあ、そういうメリットがあります。
あとはですね、これも陥りがちなんですね。結構よく私もセミナーやってて、操作セミナーやってるんですけど、全部作っちゃおうとするんですね。映ってない部分って作らなくていいんですね。例えば家1棟何も、この場合でしたら LDK だけでいいので、作らなくていいと。でなるべく、まあ、言い方悪いですけども、そう 手を抜くというか、まあ、なるべく映らない部分は物も置かないし、そういう作り込まないと。そこも、見せる部分だけを作ると。これは単純にその作業的な時間の短縮にもなるんですけども、あとはレンダリングするときにいっぱい物を置いちゃうとどんどん時間かかっちゃうんですね。そこも気をつけていただくと。で小さい案件でも CG 提案する。これも一つ重要なんですよね。大きい案件の時だけ CG 使おうって取っておくと忘れてるんですね。半年後とかに、あ、ここだって思った時に使おうと思ったら忘れちゃって、これなるべく普段からちょっとでも触っておくといいと。これも一つありますね。あとはもうお決まりのパターンっていうのができてくると思うので、それを登録しておく。これによってまた時間短縮できるようになります。でぜひですね、皆さん今日せっかくいらっしゃってるんで、そっちのここから10メーターぐらいのブースなんですけど、メガソフトブース寄って行っていただいて、どんな感じのソフトなんか見ていただきたいんですけど、まあ、最終的に言ってしまえばこれ道具なんで、 CG 買ったからって仕事が取れるわけじゃないんですね。皆さんのセンスを出力していただくツールとして上手に使って、提案力をですね、皆さんの提案力を振るって仕事を取っていただきたいなと思います。今日はこんな感じでセミナーさせてご紹介させていただきました。ありがとうございます。川田様、ありがとうございました。会場の皆様、今一度盛大な拍手をお願いいたします。どうもありがとうございます。